してます。こんにちは。のんびり大臣してます。こんにちは。いっぱい寝たぜ今日は。こんにちは。いやー、ジョンマイラブ東京公演あっという間に終わってたな。気づいたら早すぎてびっくり。東京公演早く来ないかなってずっと思ってたけど、気づいたら終わってた。衝撃。次ジョンマイラブと関われるのは前徹だから1ヶ月後です。1ヶ月後です。こんにちは。前徹のね、練習もね、そろそろしないといけないんですよね。実はね、迫ってきてるんです、リハが。実は、こんにちは。練習せねやなりませぬ。髪ボサボサやな。こんにちは。にゃおー。トメさん、かわいい人ありがとうございます。こんにちは。みんなどうですか？前徹来てくれますか？愛媛は遠いぞっていう声がちらほら聞こえてくるような気がしますが、みんな来てくれますか？でも去年の前徹は配信があったから、今回もあるんじゃないってさえは思ってる。何にも言われてないけど何にも言われてないけど、あるんじゃないってさえは思ってるので、あったらいいなって、そういう気持ちですよね。こんにちは。そう、あったらいいなとは思ってます。どうなんだろう。あるやろ、さすがに。さすがにあるやろ。よいしょ。楽しみやな。結構楽しみ。なんかもうだって鉄やることないからさ、マジで最後の坊ちゃん劇場遠征だと思うんですよ、前鉄が。さすがに楽しみやな。と私思っております。よいしょ。愛媛遠いけど行きます。ありがとうございます。よいしょ。さっきリンゴ食べたんだけどさ、お腹空いちゃった。カフェオレね、今飲んでます。カフェオレを飲んでるとは思えない容器なんだけど、これカフェオレ飲んでます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、昨日の東京公演、千秋楽ね、ちゃんと私も見てましたよ。ゲストでも出たし、
ゲストでも出たし、ちゃんと自分がゲスト出てない時間はめっちゃ客席で見てた。めっちゃ見てた。よいしょ。またやりたいなって思いますけどね。好きなテレビ？最近テレビ見てないんだよな。すいません、あの聞きたい答えを返せなくて。最近見てない。なんやろな、何が好きかな。私あれなくなっちゃった。昨日最善で目合って嬉しかったして振り合ったの。確かね、ありがとうございました。見つけちゃったもんで嬉しくなっちゃった。日曜日参加、お、ありがとうございます。あ、そうもらいました、ジョンマイラブ DVD。 まあ私出てないんですけど、ねえ、よいしょ。さやきくんも見たかった。でもどうだろう、さやきくんの歌歌えないんじゃない、歌裏声出ないから。全部地声だから私。こんにちは。やりたかったなとは思うけど、そう、あれやりたいよ、あのなんだっけ、あの、あ、セリフ全然思い出せない。そんな縁談受けとうない、私は嫌です、トトトトトってやりたい。あのシーンの聞くの可愛いよな、吐かなくて。ジョンマイラブのパウレット買いました、ありがとうございます。ぜひコンプリートしてください。3期のパンフレットだけ私載ってないんですけど、あとは多分載ってるんで。1期載ってるでしょ、2期は1期の写真が載ってるでしょ、3期が載ってなくて4期は私載ってるでしょ、で5期も4期の写真が載ってるから、うん、3期ボリューム3以外私載ってるんで、ぜひゲットしてもらって、そしたら多分3期もコンプリートしたいなって思うと思うので、3期の方もコンプリートしていただいてという感じですな。さやも3期欲しいんだよ今。こんにちは。でも3期のパンフレット今めちゃくちゃ欲しいんだけど、前徹の時に言おうかな、スタッフさんに、ちょっともらえたりしませんかって。ここまで来たら欲しいよね、ちょっとね、コンプリートしたい。みんなもコンプリートしてね。こんにちは。お、コンプリートしました。素晴らしい。素晴らしい。公演の時です、待ってね。公演の時、じゃあ私のうちわか私のペンライト振ってください。よいしょ。こんにちは。まあ、そうっすね。アピールしてもらえると非常に助かります。こんにちは。みんなお昼ご飯食べました。そういえばみんなのお昼休みに合わせて配信始めようと思って12時半にしたんだけど、ご飯食べながら見てね、お仕事の方とか。ご飯食べながら
ながら見してください。ご飯食べないと午後からは頑張れないからね。マサイはまだ昼食べてないんだけど、朝リンゴ食べただけ。お米炊こうかな。こんにちは。コロッケパン食べました。チャーハン食べたよ。すごいなんかランチっぽいチョイスがなんかチャーハンってさ昼ご飯に食べたくない？なんでだろう。なんかランチに中華行きたくなりません？いやわかんない。夜チャーハン食べたい人ももちろんいるかもしれないけど、私はなんかチャーハンは昼食べたいんですよ、食べるならね。私コロッケパンもランチ感すごくない？なんだろう、コロッケパンはあれかな、高校の購買とかのイメージなのかな。なんかランチのイメージめっちゃあるこんにちは。コロッケパンってすごいね。炭水化物と炭水化物を炭水化物で挟んでるっていうあれ。いや炭水化物って美味しいんだなって思う。やっぱそうなると結局炭水化物オン炭水化物がそんなにうまいってことは、炭水化物ってとんでもなく美味しいんだなって。焼きそばパンとかもそうなんだけど思うね。感じます。私こんにちは、ね、チャーハンといえばなんか昼食べたいよな。さあそう思う。で私は今の目標がね、前徹までに痩せることなんですよ。まあ目指せマイナス4キロ。1ヶ月で多分4キロより多く落とすとめっちゃ不健康だから。体重の何パーセントだっけ、また忘れちゃった。前みんなに教えてもらったのに。体重の何パーセント以上落とすとあんま良くないみたいなやつがねあって、 5% とかだっけ。まあだから4キロも落としすぎなんだけど、そう考えると。まあでもちょっとベスト体重的にはあと4キロ落としたくて、1ヶ月ダイエット生活を今始めようとしてて、だから1ヶ月、まあさ、もともとお酒飲まないんだけど、お酒飲まない、お酒飲む人がお酒飲むのやめると痩せるっていうじゃないですか。でまあさ月 1,2 ぐらいでなんか誰かとご飯行って飲んじゃったりするから、1回1ヶ月禁酒、こっから前徹まで。だからもうまあ明後日から2月始まるから、まあ2月中はみたいな話になると思うんだけど、まあ、今日から飲まんけど、2月は禁酒、パン禁止、筋トレを毎日する。あとねさ決めたんだよ、エスカレーター禁止にしてみようかなって階段やっぱなんかチリツモって言うじゃないですか、そういうのって。なんか駅とかでエスカレーター乗らんで階段毎日使おうと思って。結構私はエスカレーター使っちゃうから、全部上り、特に上りはマジ全部階段にしようと思って。そうお酒も炭酸だからお腹にたまる、まあ、炭酸じゃないお酒もあるんだけどね。4キロってでかいから結構シビアにやらないと痩せれないんじゃないかと思って、今結構厳しめに作ってる。1ヶ月っていう期限があったら頑張れるんじゃないかなって。それをなんか半永久的にしようって考えたら多分心が折れると思うんだけど、1ヶ月でいいんだよ頑張るの。1ヶ月なんてさ、なんか瞬きしたら過ぎるやん。だって1月がこんなにすぐ終わったんだから。そう、足は今がベストなんでそのままでお願いします。足さ痩せないし太んないんだよね。ずっと太っても一緒だし痩せても一緒だから多分大丈夫だと思う。さやはね痩せるとね上半身がねなんかすっきりしてくるんで、肩周りとかお腹周りが、まあ、まあ顔と足は痩せないんです。顔は太るけど、だから1ヶ月限定でちょっと厳しくしようと思って、エスカレーター禁止
そう、チリツモダイエットしようと思って。でもこれが、まあ、どこまで頑張れるかっていう問題ですよね。心折れそうになって暴食とかなんかしたくなったらもうちょっとその何緩めます。そう、暴食するよりはちょっと優しくした方が絶対にあのいいじゃん。暴食したら全部もう意味なくなるからね。そう、こんにちは。なんか前徹でみんなに可愛い姿を見せるために一旦頑張ろうと思って。こんにちは。マジで頑張ろう。なエレベーターなしはね無理なんよまあでも 1,2 階の移動だったら階段でいいかなって思うけど、あの8階のレストランに行きたい時とか死んでしまうからエレベーター乗るけど、でもその駅のちょっとしたエスカレーターあるじゃないですか、そのホームまでの乗り換えからホームまでのエスカレーターみたいな、そういうのをちょっと乗らんようにしてみようかなの。チャレンジ、まあそのやむを得ず乗る場合はあると思うんだけどね。電車の時間やばくて階段まで行くよりエスカレーターの方が近いみたいな、そういう時はまああれだけど、基本的にはね、基本的にはそうしようと思って。頑張っちゃうぞ。痩せる食べ物なんてものはないよ。人間物食べたら太るんだから。痩せる食べ物なんてないよ。糖質脂質を少し抑えるとか、あ、だから夜は今炭水化物抜きしてるんですよ、ずっと。そう、今夜は炭水化物抜きにしてて、まあ、昼とかはちゃんと食べるけど、一切食べないと普通に体調崩すんで、そうそうそう、とかはやってます。ぼち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 もう始めております。実は始めてます。そうなんすよね。だからちょっとみんな見守っててもろていいですか。見守りよろしくお願いします。でもなんか25日ぐらいに、うわもうあと1ヶ月じゃんと思って、ちょうどだから25日ぐらいからちゃんと始めてて、そう、まあエスカレーター禁止しようと思ったのは今日なんだけどなんかちょっとね出頭したんです。それでもお腹周りがここ最近いい感じなんですよ。めっちゃいい感じなんす。そう、こんにちは。あと太ももも痩せた。せな、膝から下はマジで太んないんだけど、膝っていうか太ももの真ん中より下はマジで太んないんだけど、付け根は太るからそれでねいつも感じるの、あやばい最近太ってきた痩せなきゃって。指標が太ももなんですけど、私太もも痩せてきたんで、ちゃんとあれですよ、来てます、ちゃんとできてきてます、いい感じなんです最近の私。だこれを1ヶ月心をいかに折らないで続けるかが勝負っすね。心折れた瞬間にダメなんで私。そう、心折れたら終わりなんです。そう、心を折らないことを目標にしていきます。こんにちは。2月が全然予定ないんだよな。公演とかいっぱい入れてもらったら逆に痩せれるんじゃないか。強制運動タイムでこんにちは。スケンさんはじめまして。はじめまして。最初に脂肪つくのは顔。こんにちは。どう考えても顔です。
体重増えてなくても顔太る時あるもん。マジであれ謎なんだよね。そう、太ももは体重が増えないと太んないんだよね。そう、心折れそうになったらみんなにじゃあ報告してみんなに応援してもらおう。大丈夫だよって、ここを我慢したら一歩壁越えれるよってみんなに応援してもらおう。ねえ、せっかく毎日配信してるからさ、その毎日報告できるわけじゃん。今日ちょっとやばいかもみたいな、頑張れないかもみたいな、そうなったらさ、みんなに報告して応援してもらうわ。もうあと2週間だよみたいな、半分過ぎたよみたいな感じでみんなに応援してもらおう。楽しそう、急に楽しそうになったな、急に楽しそうになっちゃった。最高じゃん、そうするわ。でさ、今月結構ショールーム頑張ったと思うんだよね。そう、いっぱいやった。なんか去年、じゃあ月頭かなに、今月ちょっとショールーム頑張ろっかなみたいな言ってて、前半なんかあんまり頑張れなくて少なかったから、おっとこれは有言実行できないぞと思ってね、急にギア上げたんですよね後半急に後半ギアガン上げしてって、毎日2時間とか1時間半とかやってた気がする。そう、楽しいね。これだからショールームはいいよ、毎日やっても飽きないんだから。喋ることはたまに枯渇するけどね喋ることはたまに枯渇してたけど、楽しくはちゃんとあったから非常に良かったです。ちゃんとちょい有言実行はできたんじゃない、今月頑張りますの。そうと思っています。みんなが楽しんでくれてたら嬉しいけどね。じゃあこんにゃく麺あんま好きじゃないんだよね。そう、こんにゃく感すごくない？こんにゃく独特の臭みみたいなの多少ありません？私が神経質なだけなのかな、感じちゃうんだよな、こんにゃくをものすごく。もうあさってから2月なんて早すぎるよ、早すぎる。来月はね、そんなにもう毎日ショールームはするけど、こんな今月みたいに1日何時間もみたいなのは多分ないと思います。一旦落ち着きます一旦ね、そう、一旦落ち着こうと思ってます。まあ毎日やるから、毎日1時間ぐらいはやりたいなと思ってるけど、2時間とかやる日はあんまないかなと思う。来月の私のショールーム目標は、平均1日1時間ぐらいにしようかな。今回は2月はね、今月どんぐらいやったんだろうね、平均でわかんないけど 1.5 とかやってんのかな、ちょっとわかんないですけどね、全然あの数えてないからまあ皆さん飽きずに見に来てくれたら嬉しいです。こんにちは。じゃあみんなの2月の目標ちょっと教えてもらっていいですか。みんなで応援し合おう。私はマイナス4キロ、かつショールームは1日平均1時間、これ2月の私の目標ね。今見ててくれてる人の2月の目標を逆に私が応援すっから、応援し合おうぜ。どう、一緒なら頑張れるみたいなとこない？聞かせて。こんなさ、月曜日の昼一番みんなが忙しい時間に配信してみんなに意見を請うのもなかなか酷なことしてるとは思うんだけど、こんにちは。何かな目標、みんなのない、なんかちょっと筋トレしてみるとかさ、今日仕事行く前に筋トレしてこうっと。
バランスよく食事する。あ、えらい。いいね。そういう目標いいよ。シアターの女神を見に行く。重力で。あ、来てください。重力シンパシー。次いつ出んだろう。ちょっとわかんないですけど。あ、お仕事頑張ってね。いつかな次。まあ、せっかくね散歩場覚えてるけど、最近自分のポジションでしか出てないんで、また別ポジっていうか、その今覚えたポジションやりたいですけどね。そう、セイナさんのポジションとミーヨンさんのポジションかな、やりたいなとは思ってます。ミーヨンさんのポジ難しいんだよな。めいっ子の結婚式があるから見た目重視で5キロ。おお、いいじゃないですか。じゃあ一緒に頑張ろう。一緒に頑張ろうね。いいね、結婚式めでたいね。さ、結婚式一回も参列したことないから全然雰囲気わかんないけど、結婚式の。でもなんかロマンあっていいね。こんにちは。サリー真似してマイナス5キロ。マジ？みんな私より厳しい目標作るじゃん。えら。マジ？1ヶ月で5キロ？すごいな。頑張ろう。さえも健康第一ですからね皆さん。無理な食事制限とかして体壊さないようにしてくださいね。そこだけは、そこだけは約束してください皆さん。5キロ痩せなきゃいけないからって急に断食とかしないでくださいね。ちゃんとご飯とか、あの、ある程度は食べつつね、あれしてください。急にキュウリだけで生活とかやめてください。こんにちは。仕事をサボらないように頑張ります。それは2月だけじゃなくて、ずっと2023年ずっと頑張ってほしいかも。こんにちは。頑張りましょうね。頑張ります。一緒に頑張ろうね。うわー、ちょっと心折らないことだけ頑張るわ私は。メンタルね、やっぱ部屋の掃除からかな。でも部屋と心のそのほう、なんていうの、健康度って結構比例するから、部屋を常に綺麗にするのも2月の目標だな。この前せっかくちょっと物捨てて綺麗になったから、服を散乱させない、これは私の目標だ。こんにちは、かゆこちゃん、ありがとうございます。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。断捨離ね、一緒に頑張ろう。断捨離、断捨離頑張ろうぜ。1ヶ月マイナス5。え、どうやって痩せたのかちょっと軽く書いてもらっていいですか。すぐ参考にしようとする。部屋の乱れは心の乱れ、かっこ次回。いやマジでそう、いや指原さんも言ってたもん、ダイエットするときはまず部屋の掃除からって言ってた。指原さんが言ってんだからもう絶対に正解なのよそれは。そう、指原さん激細なんだから。指原さんが言ってたらね、もうそれ事実なんよね。頑張ろう。口だけにならないように今回こそ頑張ろう。そう、部屋綺麗だとね、だいぶね、そうなんです、なんかメンタルも落ちにくくなるような気がする。私はね、私はそう思うのよ。でもメンタル落ち込むときはね、部屋が汚いときですね。そう、毎日必ず1時間走る。えらできない、そんなの。運動嫌いすぎる。逆に1時間踊ればいいんじゃない。毎日一人で公演やってればいいかな、家で。全力劇場公演。ダンスも上手くなるやん、そしたら。走んのマジ嫌いなのさ。走んのめっちゃ嫌いでさ、絶対に真似できない。偉いね、尊敬する。私自分ができないことできる人マジで鬼のように尊敬するから、マジ尊敬してる今。マジ1時間すごっ。
ごいね。そのそれを継続できるのはマジ才能だから大事にした方がいいと何様の目線で言ってんねんだけど、それは才能だよ、すごいよ。俺も会社の机周りを片付けます。えらい。いやまあデスク周りは綺麗にして損ないもんね、絶対に絶対に損ないからね。幸せは綺麗な玄関からって誰さんが言ってたのか分かんないけど、そんな言葉があるのね。玄関はまあ綺麗だな、うち別にそんなにだな、だからいい感じかもしれん。眠い、いっぱい寝たのに。逆にいっぱい寝たから眠いのかな。なんで人間っていっぱい寝た時のが眠いんだろう。絶対血管だと思うんだよな。よいしょ。うわ、なんか楽しみになってきた。みんなと目標を共有したらすげえ楽しくなってきた。頑張れそう、頑張れそうだよ。私頑張ろ。こんにちは。風呂で毎日4時間汗かくと本当に痩せるよ。いや私さ、毎日湯船使って毎日汗かいてるけど全然痩せないから、なんか体質だと思うそれは毎日湯船に使ってを長湯してめっちゃ汗かくけどマジで全然痩せないから多分ね、私の体質はね痩せないんだと思う。サウナ行ってた時も痩せなかったし、悲しい。さえも汗かいたら痩せる体質が良かった。非常に非常に残念であります。こんにちは。あとさ、夏とかはさ一回さ水2リットル飲む生活してて、それはねすげえ体に良かったんだよ、なんか肌綺麗になるしみたいな。でも冬ってさそんな飲めないんですよ、寒いから水分を取りたいと思わない。それは良くないよね。うわ冬マジ水飲めん。ぬるま湯飲んでるんだけど、割とちょっと一回飲むわ今。待ってさ、ウォーターサーバーの水変えないともう水出てこないこれ。あー水終わった、めんどくさいめんどくさいよ。こんにちは。あ、湯冷めしないようにね気をつけてるよ。ちょっと待って、ウォーターサーバーの水変えます。なぜなら今水飲めないです。あー廊下寒い。廊下寒すぎ、嫌になっちゃうよ冬。これだから冬は。よいしょ。こんにちは。でも冬ってさ乾燥するから絶対に水分取った方がさ、その喉にもいいよね。でも冬って喉乾かないんだよな、夏よりは。うい。はあ、段ボール捨てるのめんどくさいね。ダンボール捨てに行くのがね、私は一番嫌いなんだ、ゴミ捨ての中で。そもそもゴミ捨て嫌いなのに。よいしょ。こんにちは。
して。いけた。よし、重労働終わった。こんにちは。ウォーターサーバーの水さ、これ多分12キロかな1本。これをさ、ウォーターサーバーのさ、その水を設置する高さまで設置するのが本当にいつも大変なんだ。私はもう水をセットするだけの人手が欲しいぐらい毎回重労働なんだ。筋肉がないから、筋肉がないからさ。よし、捨てに行かないとな、段ボール。ちょっと壁に立てかけておきます。絶対捨てます。はあ、こんにちは。疲れた。息切れ、息切れです。なんかね、どう考えてもね、夏に比べて冬の方がウォーターサーバー買える機会少ないんだよね。飲んでなさすぎるよね、水。よくないなとは思ってるんだけど、なかなかね。よいしょ、こんにちは。でもそれでもね、1日1リットルぐらいはね、絶対水分取ってるんですよ。まあお茶だったりするんだけど、最近さ、ウーロン茶にハマっててさ、ずっとウーロン茶飲んでる。なんか外でペットボトル買うとき絶対ウーロン茶買っちゃうんだよね、最近。ウーロン茶の美味しさに気づいてしまった私は。お茶って美味しいなって気づいちゃったんだよね。そうそうそう。お茶の魅力気づいちゃった。だからなんだったんじゃないですけど、ウーロン茶おすすめ、美味しいよ。みんな知ってると思うけど、ウーロン茶美味しいよ。空腹時は注意。そうなの？そんな危ないの？やばい。じゃあ空腹時にウーロン茶飲むわ。全然お腹すいたーって言ってウーロン茶飲んでるわ。あ、やばいかも。そうなん？知らなかった。こんにちは。食事とともに飲むといい。マジかよ。ウーロン茶味も苦手だったけど、飲んでるうちに好きになった。まあ確かに独特の風味はありますよね。あとさ、黒ウーロン茶めっちゃ好き。味がめっちゃうまい。あれ大好き。今来た。ヤッホー。ウーロン茶あんま飲まない。美味しいよ。なんかすごいさっぱり飲めていいんだよね、ウーロン茶。まあ喉の油分めっちゃ取られるけどね。だから歌う前とかは絶対飲んじゃいけないって合唱部の時言われた。今すっぴんです。髪の毛もまだ何もしません。合唱部の時にウーロン茶と牛乳とか乳製品はコンクール前に飲まないでって言われてた。ウーロン茶は喉の油取ってっちゃうし、牛乳とか乳製品は喉のその喉に膜張るんすよ、まあ、胃にも膜張るんですけど、膜張られて歌いにくくなるからダメだよって教えられて、いまだになんか大事な歌の前とかは飲まないようになんか気ぃつけてる。もう癖ついてるっていう感じかな。まあカフェオレは飲んじゃうんだけどね。カフェオレに牛乳バンバン入れちゃうんだけど、まあ、それはちょっと飲まないとその1日を始められないっていうシステムなんで、ちょっとまあ本当に良くないなと思いながら飲んでます。
黒ウーロン茶ってかね、ウーロン茶自体がダメなんだよ。そう、ウーロン茶がすごい油をね取ってくれるから喉の油分もねそのまま取ってっちゃうんだよね。そうだからさっぱりすんだよね、ウーロン茶飲むと。でもなんか焼肉とか行ったら黒ウーロン茶一回頼むわ、なんとなく気持ち的にね。お疲れ様です、ヤッホー。ではブラックはあんま好きじゃないんでカフェオレよく飲みます。よくってか毎朝飲んでる。毎朝カフェオレ飲まないと一日が始められない。こだわりはあんまないんですけど、低脂肪乳が好きなんでカフェオレにするときは。なんかカフェオレをさ普通の牛乳でやるとさ、なんか重いんだよね、こってりしちゃうんだよ。やっぱ脂肪分が多いからなのか。なんで私は低脂肪乳でカフェオレを飲みたい派。だからスタバとかでスタバラテ飲むときは低脂肪乳に変更してもらうとすごい私好みのラテが出てくる。ありがたい。でもスタバ以外でさカフェオレって絶対さ普通に牛乳になっちゃうからさ、スタバのカフェオレがいっちゃうまい。カフェラテ、カフェオレ、カフェラテが一番うまいっす、私的には。豆にこだわりないからさ牛乳にこだわりある派だから。そうそうそう。こんにちは。あ、すみません、ちょっと待ってもらっていいですか。一旦画面からアウトします、すみません。すいません、ちょっと来客が、すいません。よいしょ、こんにちは。最近あの買い物行くのだるすぎて通販ばっかしてるからこんにちは、ただいま。お茶はあのさ、紅茶飲めないから紅茶以外っすね。紅茶飲めないんですよ、残念ながらね。初見です。お、初見さんこんにちは。紅茶をでもさえは克服したいの、いつかは。紅茶飲めるようになったらね、喫茶店とか行ってね飲めるものの幅がね格段に広がるんですよ。やっぱ紅茶ってなんか何十種類も置いてあったりするじゃないですか、お店によっては。なんとかティー、なんとかティー、なんとかティーみたいな。あとハーブティーとかも。いや無理なんですよね、だから飲めるようになりたい。なんで？え、味が嫌いだから飲めない。嫌いなものって大体そうじゃない？味が苦手だからじゃない？紅茶ずっと飲めないんだよな。ミルクティーもダメな。え、ダメ。紅茶は飲めない。
美味しいと思えないというか、普通にちょっと嫌な気持ちになるぐらいはあんま好きじゃないです。よいしょ。まあミルクティーに関しては私そもそもさっきカフェオレの話してあれなんですけど、牛乳があんま好きじゃないんですよ。まあ、何かに混ざってたら飲めるんですけど、いちごオレとかさ、なんだろう、カフェオレとかさ、何かに混ざってたら全然飲めるんだけど、そのオンリーで嫌いで、牛乳も。だからその苦手なもの×苦手なものなんです、ミルクティーって。だから飲まれへんのよね。歯磨き粉みたいな紅茶苦手。ちょっとなんていうの、香料が強い感じのね、ちょっとスースーする感じのやつね。わかる、めっちゃわかるわ。なんとも言えない味ね。あーわかるね。ちょっとその表現わかりやすかったです。素晴らしいね。こんにちは。わかる、紅茶はね、その匂いもね苦手なんですよ。味もなんだけど匂いもダメだから、いやーマジ飲めるようになりたいな。でも前なんか外イベでなんかその紅茶をちょっとそのなんか偉い人が出してくれた時があって、そのお茶、普通にさ来客が来た時ってお茶出してくれるじゃないですか。そのお茶が紅茶だった時があって、でも飲まないと失礼、一口も飲まないのはさ失礼じゃないですか、偉い人が出してくれてるから。すごい頑張って飲んだんだけど、まあ、その時はいや全然美味しいとは思えないけど、まあ我慢すれば飲めるかぐらいまで進んでたんですよ、私の飲めるゲージ。もう本当にそれこそもう牛乳とかは我慢しても飲めないんですよ、オンリーだったら。でも紅茶は我慢すればまあ飲めなくはないぐらいまで行ってたから、ワンチャン近いうちに紅茶普通に飲めるようになるんじゃないかなと思って期待を寄せてる、紅茶に対して。そう、ワンチャンあるかみたいな。そう、淡い期待を私は寄せております。こんにちは。我慢して飲めるのが大人として素晴らしい。いや飲めたね、半分ぐらいまではね飲んだのよその時。そう、まあまあまあと思いながら。でもなんかそのメンバーとかとカフェ行ったりした時に、カフェってすごいいっぱいその紅茶の種類あるカフェとかあるじゃないですか。もうなんか何ページにもわたってすごい紅茶専門店かなぐらいすごいこだわってるカフェとかあるじゃないですか。そういうところで飲めるものがなさすぎていつもね寂しい思いをしてたんですよ。そう、まあカフェオレを飲むんだけど、そういう時はだからそういう時になんか紅茶飲めたらめっちゃ世界広がるんやろうなと思っていいなって思ってます。そう、いいなって思ってる。だからいつかは克服したい紅茶嫌いといったところです。でも食べ物の嫌いなものはなんかもう圧倒的に減ってきてるんですよ年々。だから飲み物もそろそろいけんちゃうかなみたいな、そろそろ飲み物克服タイム来るんちゃうかなっていう淡い期待を寄せてる。そう、淡い期待を寄せてるよ。いやーマジ飲めるようになりたい。夢ある、紅茶飲めるようになったら世界絶対広がるもんな。わかるもん、世界が広がることが。
あのコンビニにさジャスミンティーとか売ってるじゃないですか。あれってカロリーゼロじゃないですか、ジャスミンティーって。なんかすごいダイエットにいいみたいな、脂肪燃焼効果もあってダイエットにいいみたいな、よく聞くんですよ。マジで飲めるようになったら、味のある飲み物がさ低カロリーで飲めるようになるってことじゃん。めっちゃ良くない？でもジャスミンティー飲めないんだよねまだ。そうっていうのもあって、なんかこう飲み物の幅が広がると普通に世界広がるから、飲めるようになりたいなって思ってる。こんにちは。ホットウーロン茶飲み続けたら紅茶いけそう。まあね、ウーロン茶って結構癖あるよね、よく考えたら。ちょっとこの紅茶っぽい癖あるから、そうワンチャンあるんじゃないかなみたいな。今意識的に水飲んでるから、体にいいことしようと思って。ジャスミンティー無理なんだよな。でも私が飲めるようになりたい紅茶ランキング1位は午後の紅茶のミルクティー。なんかあれ見た目めっちゃ美味しそうじゃない？見た目めっちゃ美味しそうなのに飲めないのなんか悔しいから、あれ飲めるようになりたいんだよね。変なこだわり。そう、見た目美味しそうって思うのに飲めないのなんとなく悔しいから、あれ飲めるようになりたいです。お腹空いてきたな。今日食事をどうするか問題だな。絶対仕事場に弁当あるから、そこまで我慢するか。でもそうするとさ、夜ご飯まで我慢する人間になっちゃうから、途中で力尽きそうではあるから、何かしら食べていこうかな、軽くね。食べよう。朝はリンゴ食べた、昼は食べてない。ヤザヤの最近のモットーはお腹が空くまで食べないなんですよ。なんか時間だからお昼ご飯食べようってすると、なんかお腹空いてないのに胃に入れて、なんかすごいさ嫌な気持ちになるんだよね。そう、なんかお腹が空っぽになる時間なくないみたいなってことに気づいて、お腹が空くまで食べないようにしようと思って、最近はお腹がペコペコすぎてやばいってなるまで食べないようにしてます。そう、辛いってなるまで食べない。でそれね、お腹の調子非常にいいんですよね。なんか空っぽになる時間があって、胃が休まっている感じがする。でも体にいいかどうかちょっと分かんないんで、あんまそのなんだろう、真似しないでほしいよね。よいしょ、こんにちは。言ってることちょっと分かる。あ、本当？減量するときは卵豆腐をする。卵豆腐美味しいよね。あれ美味しいよね。豆腐はタンパク質取れるしね。あれはいいよね。わかる。いや頑張っちゃうぞ。まず体重測ってみよう。今何キロなんだろう。最近サボってて全然体重測ってないんだよね。明日測ろう。明日の朝測ります。こんにちは。そんな話をしていたらあっという間に1時間経ってるんですよね。びっくり。
んにちは。配信今止まりましたよね。ごめんなさい、ありがとうございました。すいません、ループか止まるか何かしてましたね。すいません。卵豆腐美味しいよ。なんか物によってはというか、なんか出汁みたいなのがついてて、それかけて食べるとめっちゃ美味しいです。卵はそのなんか一文字のの卵は多分生の卵とかに使って、二文字の卵はなんか焼いたりした時に使うんだよな確か。そう、生の卵に二文字の卵は使わない気がする。感覚みたいな感じになってくるけどな。よいしょ。先生、今日の仕事でさ、カレンちゃんとまた会うんですよ。マジで何日連続で会ってるってくらいカレンちゃんと一生会ってる。中が出てる48キロと出てない50キロどっちがいい？何その意味わからん質問。48キロだったらお腹は多分ほぼ出ないしね、そもそも。私の身長で48キロだったらお腹出ないっすね。こんにちは。いや日本語むずいよね。漢字、どの漢字選ぶかめっちゃむずない？2月2日のしずくも一緒。え、じゃあ1日も仕事で一緒だよカレンちゃんと。明日だけじゃない？会わないの。ここ最近で。え、マジ24、25、26、27、28、29、30。もう1週間会ってるもん。23日ってさ、何やってたんだろう。23は会ってないから、24から毎日会ってて。もう1週間毎日会ってて、1日も会って2日も会うよ。どういうこと？恋人より会ってる気がする。すげえやってるよね。でも全然今日早く会いたいと思ってる私は。そう、こんなに会ってても全然早く今日会いたいなって思ってるよ。そう、全然会いたい。もういいやってなってないもん1ミリも。うん、すぐにでも会いたい。早く仕事の時間ならんかなって思うぐらい。なんならでもあんまり今日ゆっくり会えないからな。明日の方がゆっくり話せるんだよな。よいしょ。仲良ぴなメンバーはでもマジで毎日会っても飽きないし、話すこと尽きないし、全然すぐに今別れた瞬間にうわ会いたいかもって思うもん。だからね、なんか全然会いたいね。いっぱい仕事一緒になってほしいもん。待って、お腹空いた。でも絶対お弁当さやは食べちゃう。でも最近お弁当米ほぼ食べてない。一口か二口ぐらいお米食べたらもうあと全部米食べなくなった。え、健康。でもお昼はしっかりめに食べた方が絶対にいいんだよな。人生初の宇和島タイ飯食べてきました。あ、出た、地元すぎて逆に食べない現象。やばい、人生初はやばいね。言ってたね、そういえば食べたことないんだよねみたいな。どうでした、どうでした。食べること大事だよね。
うわー、お昼どうしよっかな。いやでも絶対にお昼は食べた方がいいと思う。夜我慢するんだったらお昼は食べた方がいいから、全部我慢すると心も辛いし体にも悪いから食べよう。昨日食べようと思って結局食べなかったリゾット食べます。カップご飯、カップ麺じゃない、カップご飯食べます。よいしょ。まあこれあんまりダイエットに良くないと思うんだけど、食べちゃおう食べちゃおう。鯛めし美味しいね。そうよっ、じゃあちょっとさやかちゃんのお昼タイム、スプーン持ってこよう。よいしょよいしょ。持ってきました。蓋を半分まで剥がす。内側の線まで湯を注ぎ5分待つ。5分も待つの？うわめっちゃいい匂い。キノピオのかまぼこ入ってて可愛くない？キノピオじゃないかこれ。あれだ、なんだっけ、大きくなるキノコ、なんだっけ、ワンナップキノコしか名前が出てこない、なんだっけこれ、名前忘れた、あー忘れちゃったよかな。注ぎました。リゾット美味しそうだし可愛いでしょ。鯛めし食べられなかったから2月は食べた。え、絶対食べた方がいいよ。空港にあるしね。ちょっと空港に早めに行けば絶対食べれるんだから。で今38分だから43分まで待ちます。これはユニバで買いました。よし、初めて食べる。これずっとユニバ行くたびに可愛い食べたい可愛い食べたい買おうかなって思ってたんだけど、ずっと買わないできてついに買いました。自分への土産物にね。うわユニバ行きたい、ユニバ行きたいんだけど、誰かユニバ行ってくれる人おらんかな。この前行ったばっかなのにもう行きたい。もうかわいい。早く食べたい早く食べたい。早く食べたいな。ちょっとさ、ずっとさ、実は画面バグってるんだよね、私の。直したい。あ、直った。画面バグってたの直った。最高。こんにちは。なんかさ、カップラーメンとかをさ待つ5分ってさ世界一長いといつも思うんだけど、みんなどう思います？マジで
んにちは。この時間がいっちゃん長い。人生で一番5分を長く感じるのはカップラーメンとか即席のものを待ってる5分間だと思ってる。そう、あのまあカップヌードルとかは3分だけどさ、どん兵衛とかって5分じゃないですか、あの大きいタイプのカップラーメンみたいなやつは。長い。さえはね、一番美味しい状態で食べたいからちゃんと待つ人です。そう、めちゃくちゃちゃんと待つ人。あ、でもカップヌードルとかだったらちょっと早い方がちょっと硬くて美味しかったりするから、2分ちょい過ぎぐらいで食べ始める時とかあるけど、その基本的にはちゃんと待つ人です。一番自分が美味しいと思うタイミングで食べたい人です。そう、で10分どん兵衛さえしたことあるよ。もうめっちゃ昔だけど、何年前かな、わかんないけど、めっちゃ昔やって、そんなかなと思って普通にあの5分で食べるようになった。まあどん兵衛をまず多分人生で 4,5 回しか食べたことないんだけど、ほぼ食べたことないぐらい。全然このさ即席麺とかさ、マジで食べないんだよね。カップラーメンうちにないもん、常に。いつもない。食べたいと思う時もないし、いつもない。でもそれこそさ、ジョン・マイ・ラブの現場でさ、愛媛ってめっちゃみんな食べんの。なんか公演終わりになんかすごいいい匂いすると思ったら、隣でカップラーメンなんか作ってる人いたりとか。だからやっぱみんなカップラーメンって好きなんだなと思って、私が特殊なぐらい食べないんだなと思った。マジみんな食べてて。お湯はぴったり入れる派、マジでぴったり入れる派、もう線ピタピタに入れる派です。え、意外とさ、こう見えて几帳面なんですよ私、大型のくせにね。まあ血液型で性格を判断するの日本だけと言われてますけど、そうそう、カップ麺をまず食べない。カップ焼きそばとかほら、もうマジ食べたことないかも、ほぼ。そう、さーて5分経った。よいしょ、混ぜ混ぜ。え、このさ、お湯に浸かってなかった部分絶対に硬いじゃん、まだ。嘘でしょ、そんなことある。沈めとこ。かわいい、かわいい、このかまぼこ。ではいただきます。アイスは何が好きかな。かまぼこ激辛なんだけど、うん、ちゃんとしたかまぼこいた。うまっ、うまっ。これめっちゃいいけど、もうちょっと待ちたい。硬い米がいる。もうちょっと待とう。アイスは、まあ、一周回ってピノかな。あ、でもどこだっけ、どこのコンビニだろう、セブンかな、セブンに売ってるモンブランアイスみたいなやつめちゃくちゃうまいです。あれうまい。 あとファミマのあのカップに入ってるソフトクリームみたいなやつ、なんだっけあれ、名前忘れちゃったけど、あれもめちゃくちゃうまい。うまっ、これ美味しい。ずっと気になってたけど買ってよかった。でもこれ追いチーズしたいな。でも追いチーズしたらカロリー上がっちゃうから我慢します。
お湯入れたら一旦かき混ぜた方がいいんじゃね。書いてないけど、硬い米めっちゃいるんだけど、お湯に浸かってなかった米たちが。いや、めちゃくちゃ美味しい。うまっ。みんなもユニバ行った際にはこれを買ってみて、めちゃくちゃ美味しい。うまっ。遅めの昼食です。今日の仕事頑張れそうだな。こんな美味しいもん食べたら。かわいいし。かわいいしね。こんにちは。こんにちは。なんだろうな、あと話すこと。東京公演で面白かった話ちょっとなんか思い出すわ。なんかあったかな。うん、美味しいもん食べるとモチベ上がるよね。皆さんこんにちは。おもろいことね。ハマちゃんがゲストできた時、知らない人ばっかりすぎてすごい人見知り発揮しててめっちゃおもろかった。めっちゃ人見知りするし、あのめっちゃ気まずそうにしててめっちゃおもろかったっす。ハマちゃん皆さんこんにちは。よいしょ。どうだろう、あやねちゃんとかゆうなちゃんも気まずかったんかな。ちょっと一緒に出てないから分かんないんだけど、あの漂流中もさ、漂流で出るときにゲストでね、 1回目の時は上手側だったから、一緒にやってた人の間だったからそんな気まずくなかったんだけど、昨日のゲストはなんか下手で一緒にやったことない万次郎と鷹の城に挟まれてめっちゃ気まずくて、あーすごい気まずい気まずいってやってました。めっちゃおもろかった。こんにちは。配信で見たけどルンキ君もミサキ君も可愛かった。なんか私ジョマイラブ見るときどっちもなんかカレンちゃんが隣で見てたんだけど、ジルンバとかミスサーが聞くので、あの
ちょっと恋愛してるシーンとか2人でって見てた。2人でねって見ててめっちゃおもろかった。なんかメンバーなんの鉄とかってさ、なんかあんまラブ愛を知らなくて徐々に知っていくみたいな感じやし、あんまりないじゃないですか、その恋愛恋愛してるシーンが。でも聞くのってさ、キスするシーンあるしさ、結構もう恋愛上級者やみたいな感じやからさ、マジでなんかメンバーの恋愛のお芝居なんかすごい恥ずかしくなっちゃった、こっちが可愛すぎて見ていいんかなみたいな、これ見ていいんかなみたいな、ちょっと恥ずかしくなりましたけど可愛かったです。最高だったな。結局さ、全員の聞くと全員の鉄な、ルンバとミスさんの鉄はもともとは知ってるから、ミュウちゃんの鉄も見れたし、ルン聞くミサ聞く見れたんで、なんか大満足の東京公演でしたね。全部堪能できちゃった。昨日の靴私物だよ。昨日の靴の裏話してあげよっか。あの靴はジョーマイラブ一期の時になんか普通に稽古しかないと思って稽古着とかバッタだけ持って愛媛にいたんだけど、囲み取材とか表敬訪問があるって言われて、表敬訪問で県庁に行った時にもうメンバーはみんなスニーカーしかなくて、まあ、ちょっと叩かれたんですよ、ツイッターとかで。表敬訪問なのになんかこんなスニーカーとかラフな格好で行くのどうなのみたいな、常識なくないみたいななって、やばいってなって急遽あの靴を買ったんですよ。そう、あー全然愛媛出身じゃなくて長野出身です。だからジョンマイラブ一期の時にその囲み取材のために買った靴で、ちょっと思い出の靴だったんで、いや東京公演で履いてこうと思って昨日は履きました。そんな思い出の品でしたね。なんか私どっちもスカートみたいなやつで行ったんだけどさ、1回目のゲストも2回目のゲストも私みんな長ズボン履いてた、ゲストのメンバーなんか私だけすごい気合入ってるみたいでちょっと恥ずかしかった。何回も確認しちゃった、ええこの衣装で本当に私大丈夫ですかねみたいな、いろんな人に確認しちゃった。メンバーとかスタッフさんにえこれ出てたら変ですかみたいな、なんかみんな長ズボンなんですけど私これやばいっすかねめっちゃ不安になった。でも足出すの大好き成人だからさ、ミニスカートで行っちゃったよね。可愛かったです。ありがとうございます。
冬はスカート寒くない？だから行き帰りは全然、昨日ロングスカート履いてたし、前回1回目のゲストの時は全然長ズボン履いてった。あのステージのためだけにさ衣装持ってってるからね。そう、喜んでる人多分いっぱいいる。わろた、みんなに足長いねーって言われた。あざーすっつって。でもさ、あれだ、一昨日頑張ってライブの時さ、めっちゃ短パン履いてったわ外に今日あったかいじゃん、短パンいけるっつって短パン履いてったわ。なんか別になんかジョマライブの時は行き帰りなんか長いの履いてたけど、別にさこの時期でも全然短パン履いてるから、まあその寒さっていう概念がぶっ壊れてる可能性はある。私の絶対におかしい気温感が。こんにちは。うまっ、ごちそうさまでした。がんばっぺライブじゃんけんずっとグーで笑った。あーバレた、バレた、最後ずっとグーしか出してないこと。で大人数のじゃんけんいつもそうなんだよね、ずっとグー出し続ける。大人数でじゃんけんするとき大人数でじゃんけんすると全然決まんないからさ、勝敗が。だからずっとグー出し続けるね。こんにちは。だから自分がずっとグーだったらさ、他の人にパーとチョキどっちもいたら絶対にアイコってわかるじゃん、脳死で。そう、あい、なんかそう、パーとチョキどっちかしかいなかったら勝敗が決まっちゃうみたいな。バレちゃいましたよ。え、でもさ大人数でじゃんけんするときにさ、すごい重大なこと決めることってあんまりなくない？そう、だからまあそのもう何が何でも勝たなきゃいけないじゃんけんはちゃんとやるけど、ああいうエンタメみたいな時はね、効率の方を求めてしまう。私は効率求めおじさんになっちゃう。おじさんじゃないんだけど、効率求めガールになっちゃう。こんにちは。まあめっちゃ長引いてたけどね、じゃんけん。なんだかんだ、なんだかんだ長引いてたけど。いや、いい朝食だった。だいぶお腹膨れた。美味しかった。375キロカロリー、まあまああるんですよこれ。実はまあまあカロリー高いっていうね。よいしょ、こんにちは。4個入りなの。ほら、でもこれ4つもいらないからちょっと誰かにあげよう、半分。
こんにちは。こんにちは。あとは何かな、今日話すこと。まあ2時半過ぎぐらいには終わりにしようかなと思ってんだけど。そうそうそう、45分とかかな。リゾット1個だけ買ったのかと思った。さすがにね、お土産で1個売りはね、なかなかしてないんですよ。なかなかね。まあそうだな、2時半だな、終わりにすんの。2時半に終わりにしよう。あと30分お付き合いください。じゃあちょっと待ってくださいね。あー、初見さんありがとうございます。応援お願いします。ちょっと待ってて。ただいま。すいません、何回も。よいしょ。ちょっと片付けに行っちゃってました。でもね、今回の東京公演で、まあ、あのいつもよし、あー寒、廊下寒。 4.5 じゃあ4期と5期で菊野をやってる入口ほのかちゃんと東京公演の時にちょっと会えて、まあ、一緒にご飯行ったんだけど、やっぱ親友っすね。会えてよかった、嬉しい。次会えるの1ヶ月後だからさ、寂しいよね。あんだけ仲良くなって1ヶ月会えないの結構寂しいよね。もう早く会いたいなって思ってる、すでに。会ったのに。よいしょ。でも会えてよかったです。今回東京公演は出てないんですけど、お水飲もうっと。大親友ですよ、ほんと。役柄と一緒で。こんにちは。
寒っ。廊下、一回廊下出るとめっちゃ冷える。激寒なんだけど、衝撃の寒さ。ジョマイラボ終わってからも会えたりすんの？絶対に会う、絶対に会うね。もう仲良きすぎて、仲良きすぎて絶対に会うことがもう確定してる。あんな仲良くなって会わんわけないってくらい仲良しやもん。いいことよね、ほんま。お芝居で仲良くなれるの。リンさんはだってもう終わってからさ、何回会ってんだろう。 4,5 回は会ってるよ、この1年間で。全然合うな。まあ、リンさんがね、結構本番がねあったりして、本番稽古とかがあったりして忙しい時期は会えなかったんだけど、結構会ってたよ。そう、結構会ってました。だから絶対にほのちゃんともめっちゃ合うと思う。親友です、大親友なんで。よいしょ、大親友が来てくれた。これで少しは気も紛れることでしょう。お赤飯を炊きましょう。よいしょ、じゃあちょっと今日お仕事に行く準備します。メイクポーチを作るのと、結局そう、水がうまいみたいなところはある。携帯の充電器ちょっと絡まっちゃってる。結局水がうまいみたいなとこあるよね。それはね、ある。メイクポーチを、あ、そうだ、今日午前中にさ薬局に行ってさ、メイク落としがもう終わるから買いに行ったのね。で、何かもう一個もうすぐ終わりそうで買わなきゃいけないものあったけど思い出せなくて買わないで帰ってきたの。こいつだった。もうこれしかない、メイクキープミスト。今日はメイクさんに借りれるから持ってかないのこ。あー、絶対に買おうと思ってたのに忘れちゃった。なんかない？そういう時。これ次行ったら買わなきゃと思ってさ、何かを買うことは覚えてるけど、その大事な何かが思い出せなくて結局買わずに帰って、家帰ってきてからあーってなるやつ。これめっちゃやるんだよね、このミス。なんかもうアホなんかなと思うもん、自分のこと。もしかしてアホって、なんでこんな忘れてまうんやろっていつも思うんだな。本当に悔しい、悔しいよ本当に。これは悔しい、由々しき事態すぎるもん。よし、ポーチはこれでいいかね。帰ってから思い出すことあるよね。それをメインに買い物行ってそれだけ忘れて帰ってくること、あ、めっちゃある。それそう、わかるわかるわかる。これを買おうって言ったのに、なんか見てたら、あ、これ安いやん、あ、そういえばもうすぐ終わりそうだからここ買ってこうって言って、そのまま買い物終わって家帰る途中ぐらいまで歩いてて、ん、あ、一番買いたいもの忘れてたみたいな。いや、あるある、そんなのあり、あり、ありすぎて、身に覚えがありすぎて恥ずかしいわ。私のこと言われてるんかと思うぐらい身に覚えがありすぎて恥ずかしいですわ。スーパーの食材で特にやりがちなんで購入リストを作ってます。だからそれが偉いのよ、ちゃんとメモに入れるっていうのが。それを怠るからいけないんだよ。まあ覚えてられるでしょうの
怠慢のせいで買い忘れんのよね。よいしょ。でも本当に今日は絶対に何か必要だったんだけど、何がもうすぐ終わるのかが思い出せなくて諦めて帰ってきたから、今思い出せてよかった。今日のお仕事の帰りに買って帰ります。明日でもいいけどね。うま水、結局水。メモしてても忘れるのはメモを見て買おうぜ。メモを書いていても急に追加になったものを書かずに行って忘れてくることある。あー、ある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 。そう、わかるわ。やっぱその書かなくてもいけるかの気持ちをいかに捨てられるかだよね。そう、そう思う。私はそう思う。自分を過信しない、自分の記憶力を過信しない、これが買い物上手の心得だと思うね。非常に。いや、今日鏡いるかな。いるか、鏡持ってこう。よいしょ。財布、メイクポーチ、歯ブラシ、携帯の充電器、あとリップね。リップ、リップポーチ、これで忘れ物ないはず、いけるはず。メモしてもメモ忘れて買い物出ちゃう。あ、紙に書く派ね。携帯のメモだったらそういう事故起きないからおすすめですよ。よいしょ。こんにちは。肉なしカレーは味気ない。カレーに肉はやっぱ必要だよね。なんかな、何かは必要じゃない、そのメインになるものが。シーフードカレーだったらシーフードいてほしいし、肉もしくはシーフードいてほしくない、やっぱカレーには。ちょっとつらいな。あと最近さえがよくあるのは、なんかこう今座ってなんかしててさ、パッとさ、あれ取り行こうと思って立ち上がった瞬間に何取り行くか忘れるみたいな。あれ今何で立ったんだっけみたいな。え、これ結構ねやばいと思う、この現象。なんか普通にやばくない？危険じゃない？あと携帯触ってて、あれ見ようとか、あれ調べようって言ってアプリ開いた瞬間に、何しようとしたんだっけみたいな。でも本当にね、自分の脳みその退化を感じてるもん、ありすぎて。でもそれなんかやばい気がしてる、そんな秒で忘れちゃうの。なんでそうなっちゃうんだろうね。え、不思議なんだよね。不思議。そんな忘れるわけないみたいなタイミングで忘れるからさ、どういうことみたいな。なんでいいって思う。よいしょ。待ってさ、明日さ、久しぶりの休みなんですよ。一日、明日釣り姫伝説の DVD 見よっかな。明日なら泣いても大丈夫だから、ね、目腫れても大丈夫な日だから。うわー、見ちゃおっかな。忘れることあるよね。めっちゃ久しぶりに休みだわ。レア、大事にしよう。やることやろう。でもね、覚えなきゃいけないダンスはね、普通にね10曲ぐらいあるんでね、明日は振り起こしの日なんですけどまあきっとすぐ覚えられるということで、テキパキ動いていきたいと思います。ワンチャン今日の夜見てもいいしね、帰ってきてから。そんなに今日帰ってくの遅くないから。で、明日はもう振り起こしに専念するっていう手もある。 その手も
大いにある。明日めっちゃダンス覚えなきゃいけないんだそう、実はねやばい日なんだよ明日。休み土曜で休みじゃないんだよ。そう、前徹のリハがそろそろ、あのさ前徹の前ってみんな鉄でさ、誰かしらいないんですよ、みんな鉄やってるから。そのだから全員揃ったリハがマジで今しかできなくて、もう今からもう覚えなきゃいけなくて、そうそうそう、最近あんまりサリー泣くところを見ないで、ま、あのジョン・マイ・ラブの千秋楽はボロ泣きしてますけど、あのショールームとかで泣くことはなくなったよね。前なんか泣き虫だったからさ、今泣き虫キャラって言おうとしたけど、別にあれキャラで泣いてるわけじゃないから言うのやめたんだけどなんか最近ショールームとかその配信とかで泣くことはなくなったなって思う。そう、大人になったということかもしれない。でもなんかドラマとかを見て泣く、映画とかドラマとか舞台とかなんかそういう作品を見て泣くことはめっちゃ増えた。マジですごすんごい泣ける最近。感情そういうね、なんか共感性はね高まった気がする。そう、前はなんかあんまりドラマとか映画で泣けなかったけど、共感性が上がったことによってそういう作品で泣けるようにはなりましたね。逆にその自分の悔しいと泣いちゃうタイプだったんだけど、悔しさをこうグッと飲み込めるようになったのでマジで泣かなくなったね。そう、大人になるというのはこういうことなのかもしれませんね。泣きポイントが変わっているような気がします。まああとなんか共感してそういう作品で泣けるようになったのは、なんか人生経験がまあある程度こう年々そのちょっとずつは蓄積されてって、自分の中にある感情とその作品のその感情をリンクさせられるようになったのかなって思う。やっぱ経験してない感情ってさ、その無理だと思うんですよ、共感するの。そう、そういうのかなと思いました。こんにちは。その説はあります。大人になったということです。とにかく全然大人になりたくないんですけど大人になっているらしいです。嫌だね大人になるのはね。こんにちは。こんにちは。フランダースの犬見たことないけど、うちのママがなんか言ってた気がする、あれはやばいみたいな、めちゃくちゃ泣くよみたいな。でフランダースの犬を見たことがない。なんか悲しい話っていう噂聞いてるので、もう最近悲しい話見れない、なんかメンタル落ちるから共感しすぎて。最近ちょっと悲しい話からいかに距離を置くかみたいな感じで生きてます。辛いんよ、共感しすぎちゃってメンタル落ちちゃうから。元気の時、悲しい話はね元気な時しか見れないね。そう、すごく自分のメンタルが元気な時しか見れない。そう、まあでもそのだから悔しくて泣くこととかはマジで減ったかも最近。昔は悔しかったら勝手に涙出ちゃう、もう不可抗力みたいな時期もありましたけど、でもなんか人に怒られた時とかさ、
泣くとさ逆に怒られるスタイルあるじゃん。泣くなみたいな、泣けば解決すると思ってるのかあのスタイルあるじゃないですか。違うんですよ、泣きたくて泣いてるわけじゃないんです。こっちだってもうなんか生理現象として涙が勝手に目が出るんですよね、あれね。怒られたり怒鳴られたりすると。でも最近怒られることがなくなったから泣かなくなったっていう説あるかも。だいぶ怒られなくなったな、だから泣いてないのかもね。そう、いまだにさえあの怒鳴り声、怒号めっちゃ苦手なんだよね。そう、なんかうわーってなる耐えられない。自分に怒ってない怒号も苦手。そう、私宛てじゃない怒号も苦手なんだよ。女の子の涙いいっすね。いやーなんかさ、その可愛く泣けるんだったらさいいんだけどさ、泣き顔さブスだからさあんま泣きたくないんだよね。そう、あんまり泣きたくないんだよね。慟哭ってどういう意味だっけ。意味が分かんないや。毒ど、ど、同国読み方は分かるけど喋ようと。えい、同国意味、悲しみに耐えきれずに声を上げて泣くこと。声を上げては泣かないな。さやシク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 泣く、シクシクあーんって泣かないね。いる？そんな人。なかなか鉄やっててさ、鉄彼女が亡くなった後めっちゃ声上げて泣くんだけど、こんな泣き方するかな私だったらって思ってた。卒業発表されて泣いたことあるよ。さやは山形県、元山形県代表のあの、あ名前出してした最悪だめっちゃ顔出てくるのに、あのあそうつっちゃんつむぎちゃん、早坂つむぎちゃんが卒業発表した時なんか吐くほど泣いた。今すごい名前のあのベイカーベイカーパラドックスみたいになってた。あの名前がひらがな3文字で、あのちょっと柔らかい感じの名前でみたいな、あの周辺の情報だけめっちゃ思い出せんのに紬が出てこなかったベイカーベイカーパラドックスすぎてやばかった今、びっくりしちゃった。周辺情報だけめっちゃ思い出せるみたいな。よいしょ。なおちゃんの発表の時って私一緒に公演出てたっけ。あの卒業公演は泣いたの覚えてるんですよ。一緒に出てたかどうか分かんないな、発表の時に。
でも私は本当になんかシクシク泣くタイプです。ウィーンじゃなくて、そうそうそう、静かなタイプっすね。まああとは8の休止が発表された時も死ぬほど泣いたかな死ぬほど泣いたような気がします。武道館であれ聞いてたのに、別に発表前に8もみんな聞いてたのに死ぬほど泣いた。あ、なんか発表されたってことはもうこれが現実なんだみたいな。なんかワンチャン発表されてなかったらさ、まだ覆る可能性あるかもっていう望みがあるじゃん。まあないんだけど、そういう時は大体。でもその望みを持てるじゃないですか。なんか発表されちゃったらもうこれ現実なんだって、なんかすごい辛かったね。そんな武道館でしたね。はい。なかなか、なか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 でしたよ。その後のリップグロス全然踊れてないもんじゃ泣きすぎて泣き虫、泣き虫。最近聞いたで使われてた、マジ恥ずかしいじゃん。ちょっと見逃してるわ。そしたら最近聞いたで使われてんのはず。じゃあ大号泣しとんで、あれめっちゃ端っこにいたからバレてないと思ってたのに、絶対にカメラに映んないと思ってたのに、恥ずかしい。そう、武道館めっちゃ端っこにいたからさ、その時発表の時絶対みんなにバレないと思ったのに全然ダメだったわ。恥ずかしい。泣き顔ほんまブスやねんな自分。悔しいぐらいブス。嫌なっちゃうわ。よいしょーん。ねえ、そう、久しぶりのリップグロスの歌詞がやばかったのよ。ケイク、なんだっけ、つちゃん、海岸通りカフェのテント、椅子を重ね終わる夏、会いたいって君の電話、何を思い出させる、もし何かあればすぐ駆けつける、その約束は嘘じゃない、あの頃の僕はまだ若すぎてそばにいられなかったけど、久しぶりのリップグロス、あの日より輝いているよ。だからあれがフルだったのがめっちゃ良かったね。そう、2番の歌詞もめっちゃいいのよ、久しぶりのリップグロス。そう、めっちゃ良かった。なんかあの流れが、じゃあ最後の曲にみたいな流れが良かったよね。
あのあと放心状態に近かった。みんなあのあと帰んなきゃいけないけど帰る気なれんよな。一旦椅子の上で落ち着いちゃうね。うんーっつって。それはそう。ちょっと2番の歌詞全然覚えてないけど2番の AB 全然わかんないや、歌ってないからあそこ踊ってただけだから。1番はね劇場でいっぱいやったから歌えるんだけど。でもさ、リップクロスの8人バージョンで歌い出し1回ぐらいやってみたかった。海岸通りカフェのテント椅子を重ね終わる夏、これやってみたかったね。ポジション劇場のポジション的に無理やったけど一回やってみたかったなってめっちゃ思う。絶対歌い出し楽しいだろうなと思って。思ってました。まあそんなこんなでそろそろ配信終わりにしますかね。2時間もやってしまった。また最近この絶妙な時間に長時間配信をするからみんななんかあんま配信ごめん見れてなくてみたいな、あのみんながすごい見にくい時間に長時間やって、あの非常に申し訳ないと思っています。高橋さやかさんはあの非常に申し訳ないと思っています。はい、夜配信はねないが 85% くらいですね多分。今日仕事がちょっと終わるの遅いんでないに 80% くらいかかってるなって。さやかさんはちょっと思っています。85% ぐらいないですね。はい、ということでランキング読みます。13位ドクタケさんありがとうございます。12位ヨタロウさんありがとうございます。11位ケンケンさんありがとうございます。10位は何て読むんだろう、カモさんオムニダありがとうございます。9位フグタンさんありがとうございます。8位ピアノマンさんありがとうございます。7位バイコゾーさんありがとうございます。6位ハッピーサッピーさんありがとうございます。5位ツナちゃんありがとうございます。4位スノーさんありがとうございます。3位マサッピーさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。1位はヤッチさんありがとうございます。ということでこの後お仕事行ってまいります。ちょっと集合が遅かったので昼ぐらいから長時間配信したんですけど、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた、ごめん最後の最後で配信止めてた。多分明日配信で、次回の配信でお会いしましょう。みんなも月曜日残りの午後からのお仕事ある方は頑張ってください。みんな忙しい時間に見てくれてありがとうございました。バイバーイ。